まず私の SNS などに反社と関わりあるのですかみたいなね、コメントが寄せられております。もちろんそんなことはありません。まあ、噂はありましたけれども、もう具体的に特定されました。立花隆個人が反社から借金をしている。反社との関わり疑惑であったり、あさっての参議院総務委員会、そして今後の衆議院選挙などについてお話ししたいと思います。はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。はい、ちょっとね、今のうちに言っておいた方がいいなということをお話しさせていただこうと思います。まず私の SNS などに反社と関わりあるのですかみたいなね、コメントが寄せられております。もちろんそんなことはありません。でですね、まあ、ちょっとね、いろんな嘘に関して広がるようであれば、ちょっと反論はしていかなきゃいけないんですけれど、その情報の出所となる方の、まあ、とある動画ですね、ちょっと正直私、妄想が妄想を読んでですね。立花隆が反社から借金をしている。本職2名。現住吉会の方2名。この方は元山口組の方ですね。本職。完全に反社ですね。元半グレ2名、和泉市の立花の後輩であると、現役の半グレ1名合計5名の方から、借りた金額はトータル当初7000万円ぐらいでした。3年半ぐらい前に借りたということで、2019年の参議院選挙直前の借り入れと思われています。金利は相当高い、金利じゃなく2000万円借りて3500万円返す的な契約になっていると。これはですね、まあ、おそらく犯罪ですね。反社会勢力に対する利益の供与ということになろうかと思うんですが、まあ、ついにここまで出ましたね。どうですかね、立花さん。これ、具体的な名前も聞こえてきてますが、本日は出しません。どうですかね、ご説明して、もう謝罪したらどうすか。様々なことを。じゃあ様々なことを言ってみたいと思います。今回の件は、立花が青汁王子に頼み、ZRI、かっこ、滝正則が動いている状況です。最近話題になっていた折原は ZRI からの委託案件です。ZRI というのは、まあ、有名でございますが、二人組の半グレ集団ですね。そのうちの一人が滝です。折原への委託費は5から600万円です。ZRI は基本的に折半で仕事を受けるので、青汁は ZRI に1000万円ぐらい払ったと言われています。青汁と堀江門が立花の反社の債権者への返済を立て替えています。それが月数百万円程度の返済になっているということで、まあ、この内容ももうまあまあ衝撃的だと思うんですが、まあ、続いて聞いてください。まあ、ここに堀江門も出ておりますね。まあ、反社への返済だけはこう、なんとかしないといけないんですよね。それはまあそうだ。どこから手をつければいいのか、正直、まあ、正直手がつけられない状態になって、おりまして、まあね、ちょっと古代妄想と大きすぎる妄想と言っても過言ではないような感じでございますので、ちょっとね、反論するレベルにはない、ということで、ちょっとね、静観をしようとは思います。まあ、反社との関わりがあるということについてはですね、もうそれがね、事実でないと、なればですね、まあもちろん事実ではないんですけれど、それはね、明らかに名誉毀損となることでございます。で、以前ね、参政党さんがですね、ちょっとなんか演説かなんかでですね、我々の党がですね、反社と関わりがあるみたいなことをね、おっしゃっておられて、まあそれについてはですね、党の方で、賛成と訴えての裁判を、まあ、今もね、しているところではないかなと思います。まあ、もともとね、党の、事務局長のね、賛成党さんの事務局長のね、神谷さんとは、まあ、仲良くさせていただいていたんですし、まあ、私自身はですね、個人的に、彼と何か反目するようなことはね、ないんですけれど、ちょっとね、党同士が裁判している関係で、ちょっとね、お互い距離は取るような状態になっております。はい。まあ、個人的に仲が悪いわけではないと、少なくとも私は思っておりますが、まあ、そういうことでございます。ということで、ちょっとね、反社疑惑については、正直ね、まあ、ちょっと、
経過を見たいと思います。少なくとも私の方針ですね。はい。ということで、で、ちょっとね、党の代表の登記の問題ですね。千葉の法務局の方がですね、まあ言ってることが、まあちょっといろいろと2点3点という表現が正しいのかどうかわかりませんが、ちょっとね、この方針でいけばいいですよみたいに、その指示に従うと、ちょっと、あ、やっぱダメでしたみたいなね、ことになっております。はい。で、まあこの経緯についてはですね、まあ弁護士の福永克也さんがですね、まあ、YouTube 上でアップされておりますので、まあ、細かいことがね、気になる方はですね、そちらの方を見ていただければと思います。まあ、おそらく私の動画視聴者の方と、福永さんのね、視聴者の方、結構被ってるところはね、あるので、すでにご存知の方、ね、ご覧になった方も多いとは思います。で、あさってですね、参議院総務委員会が、あるわけでございます。で、ちょっと、SNS 上などではですね、ちょっとこの総務委員会でこの登記問題を扱いみたいなね、意見があったんですけれど、ちょっとその方針は、今のところありません。で、この件についてはですね、質問主意書を提出する予定で、ございます。個人的な問題に関してですね、しかもね、すごいレアケースについてですね、ちょっと総務委員会を、で、扱うことについては私自身も抵抗がありますし、で、あと、ややこしいというのもまあありますので、まあこちらはね、質問主意書でまあ対応する方針で、ございます。ということで、まあちょっとね、そちらを期待されておられる皆様にとってはね、すいません。私の方からはその方針でございます。まあ20分のね、質問時間で結構まあ今話題になっていることをたくさん盛り込もうとは思っておりますので、ちょっとね、その点、ご容赦いただければと思います。ということで、まあどういう質問内容について、まあ質問するのかについてはですね、まあ、少し簡単にお話しますと、まずね、インターネット受信料、NHK がインターネットでも受信料を今後取る方針ではないかということについて、まあ、聞いていきたいと思いますし、あとね、NHK のふれあいセンターが電話つながりにくい、相変わらずつながりにくいみたいなことについても聞きますし、社会保険料がね、とにかく上がっているみたいな、社会保障費がもうとにかく上がっていることについて、まあ、質問していきますし、あとはですね、ライドシェア解禁ですね。まあ、日本ではね、ライドシェア解禁されておりませんが、それをね、聞いていこうと思います。ライドシェアというとですね、ちょっと乗り合いタクシーみたいなイメージなるんですけれど、まあ実はそうじゃなくてですね、もう一般の方がですね、一般の普通のね、運転免許をお持ちの方がですね、自家用車でね、タクシーのようなことをね、できると、そういう解禁、まあ、ウーバーというのかな、まあ、海外ではね、まあ、日本だとウーバーイーツっていうはあるんだけど、ウーバーはね、ないんですよね。まあ、それはね、タクシー業界をはじめ、まあ、業界の忖度した、ね、まあ、自民党であったり立憲民主党が、まあ、そういうのをね、擁護する発言を国会でもバンバンしておりますが、まあ、私はね、それ、解禁されるの時間の問題だと思いますが、まあ、とりあえず、そういうことについて聞いていきたいと、思います。まあ、それ以外にもね、聞くんですけど、ガーシーさんのですね、あれですね、はい、国際手配がですね、青から赤に変わったみたいなことも、ね、通告は、していたと思いますし、あ、そうですね、あと、ラーム・エマネール駐日、米国大使がですね、ちょっといろいろと内政干渉していることについても、まあ質問していたと、通告はしていたと思いますが、ちょっとね、何分20分なので、6個、7個はちょっと秘密警察がですね、はい、日本にあるみたいなことについても、はい。まあ、それで7個か。はい。なかなかね、厳しいところでございます。全部聞くのは難しいかもしれませんが、まあ、できれば全部、まあ、とりあえず7個中6個は、はい。まあ、前回の20分では6個ね、聞けましたので、ということでございます。まあ、とにかくね、ちょっと話、党の代表登記の問題に戻りますけれど、はい。これはもう長引くことは覚悟の方針ということで、ございます。でですね、衆議院選挙はどうなるんだということなんですけれど、まあ、こちらはね、はい。党として挑戦の予定ではございますが、まあ、もともとね、まあ、現状、今、選挙になってもですね、当選は、まあ、見込めないということになりますので、ただ、全国11ブロックはですね、立候補者を立てる予定ということでございます。まあ、これはね、政党助成金の関係で、まあ、出した方が有利であるということだからでございます。で、ちょっと代表権の問題片付かなくて、ね、選挙出られるのかということなんですけど、まあ、これはね、基本的には問題
ありません。というのもですね、まあ4月のね、補欠選挙も、一応ね、党の代表権問題、片付いていない状態でチャレンジしましたけれど、まあ、選挙にはね、出られましたので、ということで、一応ね、先ほど、立花党首にもその点はね、確認したんですけれど、まあそういうことでございます。ということで、まあ一応私もね、政調会長という立場でございますので、まあ一応衆議院選挙に向けてはですね、その党の、まあ政策集なりというのは、はい、整理の方は、準備の方はしているところで、ございます。まあ今後ですね、まあ選挙に出るとなると、まあ日曜討論とかね、まあ、呼ばれることがあると思いますので、まあ、そちらなどはですね、まあ、そういう準備の方は、まあ、進めていきたいとは思っております。ということで、まあ、一応ね、当面の予定としてはですね、あさってね、総務委員会がありますので、ちょっとその、本日もその準備結構しておりましたということで、まあ、一応明日もね、立花党首と、まあ、相談というかね、まあ、いろいろとね、今後の方針などについて、一応ね、調整というか話の方はしていく予定です。ということで、まあ一応ね、ちょっと本日、中に、まあ、お話ししておくべきかなということについてお話しさせていただきました。会計情報が隠されているというのは妄想でありまして、それはインターネット上で公開されていますよ。で、まあ実際にね、インターネット上に公開されている、まあ、書類をですね、まあ、見ていこうという動画でございました。